On the ice representing Russia, Evgenia Shishkova and Vadim Naumov. ロシア、エフゲニア・シシコーワ、ワディム・ナウモフが登場しました。去年世界選手権3位。テクニカルプログラムは4位でスタートしています。安定感とそして華麗さがあります。スピードがあります。このシシコーワ、ナウモフの演技の特徴は何といっても軽やかさ。技を見せます。ヨハン・シュトラウスのコウモリ。4分30秒、ロシア、シシコーワ、ナウモフ組。
日本でもおなじみのこのペア、 NHK 杯で91年92年と連勝しました。アルベールビルオリンピックでは第5位、まあ、先輩たちがプロに転向してようやく回ってきた金メダルのチャンスに、しかしそのプロの復帰が許された今回のリレハンメル大会。カナダ勢グラスールアイスラー組との3位争いというところになるでしょうか。それにしても熾烈。この独創的なポジション、男性ナウモフ24歳175センチ、女性シシコウは21歳149センチの体重39キロ。レニングラードのプロフェッショナルユニットクラブに所属しています。この2人、練習でも動きの良さがとにかく光りました。さあ果たしてどんな評価が出るか。カナダのブラスールアイスラーとのおそらく3位争い、現在銀メダル確定していますのはゴルデーワ・グリンコフです。さあテクニカルメリットが出ました。 5.5 から最高 5.8 はちょっと届かないかどうか、接戦です。ブラスールアイスラーは平均 5.7 というところでした。さあ続いてアーティスティックインプレッションです。 5.6 から 5.8、 5.8 は数多く出ましたが体を抜くことはできません。第4位です。シシコウはナウモフ組。5, 7, 5, 7, 5, 8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 ,